カルガン公子は中華人民共和国チャンス州省、蘇州市に位置する、研究市。長江下流域の南岸に位置する。カルガン公子の北部はもともと長江の一部であり、近年になり、陸地化した。南部は、カルガン公子の周辺の地区と共に発展した。カルガン公子に最初に現れた人類の活動は、新石器時代の馬や浜分解前にまで遡る。 陰の時代の末期より、呉に属した。清の時代には、海警軍が設置され、清新の時代には、清県が設置され、南朝張の時代に、領裕高県が設置された。隋唐の後、常塾、広陰の領県に属し、清から、中華民国の時代には、常通公位北は、南通県に属した。日中戦争の時期には、中国共産党は、 北部のスナス地区にスナス県を南部を呼び、常塾、高院の両県との境界に恐れ西県をかつて一度設置した。解放後、東部は常塾県に、西部は高院県に属した。1962年、高院県より9つの人民公社、常塾県より1つの人民公社を抜き出し、スナス県を建設し、蘇州地区に属した。 カルガン港はこれより、一研究行政単位となった。1986年9月、中華人民共和国国務院はスナス県を廃止し、蘇州市に属するカルガン港市を改めて設置した。2004年、チャンスー農根区画に属する旧、チャンスー国越根影佐農場をカルガン港市の管理下に置いた。カルガン港市の南東部は、常ク市と、西部は、 高印紙と摂し、北部は、長江を挟んで、南通市、徐港市及び、安市高市を望む。カルガン高市は、長江下流の中石平野にあり、亜熱帯海洋性気候に属し、年平均気温は、摂氏15.5度である。カルガン高市には7つの方言、江南方言、数名方言、老砂方言、鈴北方こと、清東方こと、具西方こと、 江北方言などが存在する。カルガン港市は、上海市から 98.1km、蘇州市から 58km、無釈市から 40km、上州市から 70km、南通市から 30km、南京市から 200km、無釈空港から 98km、上海公共国際空港から 98km。 上海歩道国際空港から 150km、南京六口国際空港から 200km の位置にある。カルガン高校は長江に沿って 60km にわたり、1万トン級以上の船舶が停泊できる沿岸が 33km ある。2006年の貨物出入量は1億35万トンになり1億トンを突破し、そのうち、 海上コンテナは46万箱に達した。2018年現在、長江対岸の南通市とを結ぶ小通り、長江大橋の建設が進められている。カルガン公師は2007年中国百強圏の第3位に入り、全国で唯一内川保税区を持つ。従大集団企業として、チャンス左高集団、東海領油カカオル、長江、ボタン、 長道沖広市、河淳、連合同業、春馬河川がある。チャンス鎖工集団は、中国第3位の支援企業であり、ソ南ナミ地区では、最大の企業である。2007年には、世界8位の鎖工生産量を記録した。東海漁油は、アジア最大の食用油の生産基地である。その他の企業には、金漁体育などがある。カルガン講師は、過去に、 国家衛生都市、全国環境保護も半年、全国文化先進権、全国計画出産誘出含む市半年、全国創用模も半年を獲得し、市内にあるすべての賃はすべて、国家衛生賃となっている。トップスチールプロデューサーズ2007、2008年7月25日閲覧。李国、奥運、蘇州小娘魚、縁、担当100メートル設立志望。 名城新聞も2016年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年8月18日閲覧ありがとうございます。